はいどうもこんにちは、こんばんは、しばです。今回は GIMP で画像を切り抜き背景を透明化して保存する3つの方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初に全体の流れを確認していこうと思いますが、今回解説していく画像を切り抜いて背景を透過させる方法としては、自由選択で選択して画像を切り抜く方法、パスで選択して画像を切り抜く方法、前景抽出選択で選択して画像を切り抜く方法、この3つの方法を解説していきます。ちなみにこれ以外にもレイヤーマスクとして重ね合わせる方法があったりしますし、他にもやり方があるかもしれないですが、初心者でも簡単にできる方法としてはこの3つになります。また個人的にもこの3つの方法しか使用していないので、これだけ覚えておけばサムネイルや動画編集用に使用する背景を透過させた画像を十分作成することが可能です。これからそれぞれのやり方について丁寧に解説していくので、動画の最後までチェックしていってください。ちなみに GIMP をまだインストールしていない人は、説明欄にインストール方法を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。まず最初に自由選択で選択して画像を切り抜く方法を解説していきますが、この方法は直線が多くて単純な形状をしているものを切り抜きたいときにおすすめです。今回はこちらの画像を使用して解説していこうと思いますが、この画像は Pexels という商用利用可能なフリー画像をダウンロードできるサイト内で配布されている画像となっています。同じ画像を使用して実際に体験しながらやり方を確認した方が分かりやすいので、説明欄に記載しているリンクをクリックしてページを開いたら、無料ダウンロードの横にあるプルダウンマークをクリックし、サイズは大を選択して無料ダウンロードから画像をダウンロードしてみてください。画像を準備することができたら、 GIMP に画像を読み込ませるところから解説していきますが、 GIMP を起動したら先ほどダウンロードした画像を画面内にドラッグ&ドロップしてください。するとこのような画面が表示されますが、変換をクリックしてください。すると GIMP に画像が読み込まれます。今後この解説は省略するので覚えておいてください。次に画像を切り抜いた時に背景が透過できるような設定をしていきますが、画面右側にあるレイヤーの上で右クリックしてアルファチャンネルの追加をクリックしてください。次に切り抜く範囲を選択しやすいように画像を拡大表示させていきますが、コントロールキーを押しながらマウスホイールをコロコロ動かすと拡大縮小が行えるので、実際にやってみてください。次に画面左上にある投げ縄のような自由選択をクリックして選択したら、切り抜きたいものの周りをクリックしながら範囲選択してください。ちなみにあと一辺でぐるっと一周選択できるところまで来たら、一番最初の丸をクリックして範囲選択を確定させましょう。自由選択で無事に選択することができたら画像を切り抜いていきたいところですが、このままではこのように選択した範囲の内側にあるスマホの部分だけが切り抜かれてしまい、背景だけが残ってしまうので、選択範囲を内側ではなく外側にしてあげる必要があります。やり方としては、画面内で右クリックして選択の中にある選択範囲の反転をクリックしてください。すると選択範囲が外側になるので、画面内で右クリックして編集の中にある切り取りをクリックするか、コントロールプラス X のショートカットキーを押すと、このようにスマホの部分だけを残して切り抜くことができます。ちなみにチェック柄の部分が透過されるところになるので、この状態になれば背景を透明化させることが可能です。ちなみに選択範囲が邪魔で輪郭を確認しにくいという場合は、画面内で右クリックして選択の中にある選択を解除をクリックすると、選択範囲を消すことができて輪郭が確認しやすくなるので、やってみてください。自由選択で選択して画像を切り抜く方法に関してはこれで以上になりますが、背景を透過した画像を保存する方法に関しては動画の最後で解説しているので、動画目次の透過した画像の無駄な部分の削除と画像の保存方法から確認してみてください。次にパスで選択して画像を切り抜く方法を解説していきますが、この方法は曲線が多くて単純な形状をしているものを切り抜きたいときにおすすめです。先ほどの自由選択では直線でしか線を引けないので、スマホの曲線部分は細かくクリックすることで対応していましたが、よく見てみるとカクカクしてしまうので、曲線をきれいに選択するのが難しくなっています。まあこの程度の曲線ならば自由選択でもそこまで違和感なく選択することができるのですが、こちらのサッカーボールのように球体のものを切り抜こうとした場合、自由選択では綺麗な曲線で切り抜くことができないので、このような時はパスを使用するのがおすすめです。
この画像もペクセルスで商用利用可能なフリー画像として配布されている画像なので、実際に体験しながらやり方を確認するために説明欄に記載しているリンクをクリックして、無料ダウンロードの横にあるプルダウンマークをクリックし、サイズは台を選択して無料ダウンロードをクリックしてください。それではやり方を解説していきますが、GIMPに画像を読み込ませたら、画面右側にあるレイヤーの上で右クリックして、アルファチャンネルの追加をクリックしてください。次に画面左上にあるパスをクリックし、作成にチェックを入れたら、まずはサッカーボールと土台の境界部分をクリックして視点を追加します。次にサッカーボール方面に線を描いていきたいのですが、自由選択と同じように普通にクリックしてしまうと直線になってしまうので注意が必要です。曲線を描きたい場合はクリックしたままドラッグすることで曲線を描くことができるので、サッカーボールの曲線に合うように調整してください。もしも間違えてしまった場合はコントロールプラス Z のショートカットキーで一つ前の状態に戻すことが可能です。うまく曲線に合わせることができたら、進行方向に伸びている四角をドラッグして丸の中に収めるようにしてください。これをやらないと次に描いていく曲線が歪んでしまうので注意しましょう。あとは同じ要領で曲線を描きながら囲っていってください。あと一辺でぐるっと一周できるところまで来たら、一番最初の丸をコントロールキーを押しながらクリックしてパスを接続し、白い線をドラッグしたり四角をドラッグしたりして曲線の調整を行ってください。次にパスで描いた部分を選択範囲としたいので、画面内で右クリックして選択の中にあるパスを選択範囲にをクリックします。するとパスで描いた部分が選択されるので、再び画面内で右クリックして選択の中にある選択範囲の反転をクリックし、もう一度画面内で右クリックして編集の中にある切り取りをクリックするか、コントロールプラス X のショートカットキーを押すと、このようにサッカーボールのような曲線でも綺麗に切り抜くことが可能です。ちなみにパスが邪魔で見にくいという場合は、画面右側にあるパスのタブをクリックし、名前なしというパスの上で右クリックしてパスの削除をクリックすると、このようにパスを削除することができます。あとは画面内で右クリックして選択の中にある選択を解除をクリックすると、選択範囲を消すことができて輪郭を確認しやすくなるので、やってみてください。パスで選択して画像を切り抜く方法に関してはこれで以上になりますが、背景を透過した画像を保存する方法に関しては動画の最後で解説しているので、動画目次の透過した画像の無駄な部分の削除と画像の保存方法から確認してみてください。次に前景抽出選択で選択して画像を切り抜く方法を解説していきますが、この方法は切り抜きたい部分を大まかになぞることで範囲選択することができるので、自由選択やパスを使用して画像を選択していくのは面倒だなぁと思う時や、多少複雑な輪郭をしている画像を切り抜きたい時におすすめです。ちなみに今回は自由選択やパスで選択しようとするとかなり面倒そうな鳥の画像を使用して解説していこうと思います。この画像もペクセルスで商用利用可能なフリー画像として配布されている画像なので、実際に体験しながらやり方を確認するために説明欄のリンクをクリックして、無料ダウンロードの横にあるプルダウンマークをクリックし、サイズはオリジナルを選択して無料ダウンロードから画像をダウンロードしてみてください。それではやり方を解説していきますが、GIMPに画像を読み込ませたら、画面右側にあるレイヤーの上で右クリックしてアルファチャンネルの追加をクリックしてください。次に自由選択のアイコンの上で右クリックして前景抽出選択をクリックします。次に大体でいいので切り抜きたい被写体の周りをクリックしながら線で囲っていってください。ちなみにクリック長押しの状態で移動させると自由に線を描くことができるので、直線と自由線を駆使しながら線で囲いましょう。囲み終わったらエンターキーを押して青い画面にします。青い画面に切り替わったら、次は切り抜きたい部分をマウスでなぞっていきますが、こちらも境界線付近を大体でいいのでクリック長押しでなぞっていってください。できたらマスクのプレビューにチェックを入れると、このように鳥の部分だけが正常に表示され、それ以外は青色になっています。
ただコントロールプラスマウスホイールで拡大して確認してみると鳥の一部が青色になっている部分があります。このままだと綺麗に選択することができないのでもう一度クリック長押しで青色の部分をなぞって修正していきましょう。ちなみに爪のような細かいところはストローク幅を小さくしてなぞってほしいのですが、全ての部分で細かくやろうとするとキリがないので爪のようなある程度目立つ部分だけ修正していってください。目立つ部分の修正を行うことができたらマスクのプレビューの下にある選択をクリックするとこのように鳥の部分だけ選択することができました。あとは画面内で右クリックして選択の中にある選択範囲の反転をクリックし、もう一度画面内で右クリックして編集の中にある切り取りをクリックするか、コントロールプラス X のショートカットキーを押すとこのように背景を透明化することができます。ただ背景の一部が表示されているところがあったりするのでここからさらに修正を行っていきますが、まずは選択範囲が邪魔なので画面内で右クリックして選択の中にある選択を解除をクリックしてください。すると選択範囲が表示されなくなりますが、次に画面左上にある消しゴムをクリックしてください。あとは画面左側にあるサイズの項目で消しゴムのサイズを調整しながら不要な部分をなぞって消していってください。もしもこのような感じで必要な部分が消えてしまっている場合は逆消しゴムの項目にチェックを入れるか、オルドキーを押しながらクリック長押しすることで修復することができるので覚えておきましょう。はい、細かいところの修正が終わったら背景を透過させた画像の完成です。ここまで3つの方法で画像を切り抜き背景を透明化する方法を解説してきましたがどうだったでしょうか。実際に作成した画像を保存するときはちょっとしたコツや注意点があるのでここで詳しく解説していこうと思います。一番最初に解説したスマホの画像で解説していきますが、このままだとスマホ以外の透過する部分が無駄に広くなっているのでサムネイルや動画編集で使用するときに作業がやりにくくなってしまいます。なのでこの無駄な透過部分を削除して扱いやすいように編集していこうと思いますが、まずは画面左上にある区形選択をクリックし、画面内をドラッグしてスマホを囲むように範囲選択してください。次に画面内で右クリックして画像の中にあるキャンバスを選択範囲に合わせるをクリックするとこのように無駄な透過部分を削除することが可能です。次に背景を透過したこの画像を保存していきますが、画面左上にあるファイルをクリックして名前をつけてエクスポートをクリックします。するとどこに画像を出力するのか選択する画面が表示されるので PC 内の管理がしやすい場所を選択し画像の名前を入力してください。ちなみに名前を入力するときは最後の部分がピング形式になっていることを確認してください。もしもこれ以外の形式になっていると透過されるはずの部分が透過されずに出力されてしまうので注意しましょう。保存場所と名前の入力、ピング形式であることを確認できたらエクスポートをクリックしてください。次にこのような画面が表示されますが、特に変更することなくエクスポートをクリックしましょう。すると指定した場所に画像が出力されているので確認してみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで動画投稿者、配信者におすすめなソフトの情報や録画や配信に使用する機材のレビューや使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、ギアティクスというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。